おはようございます。7月12日金曜日ですね、の朝です。皆さんおはようございます。ですね、今日からうちがですね、実はペルシャ絨毯店、ペルシャ絨毯ね、を販売するということで初なんですけど、宝石よりというか宝石のような、あ、まあ価値があるというね、カーペットです。ペルシャ絨毯ということでね、販売を今日からセールが始まります。そういったところでですね、今日はスタートなんですけど、まあやはりですね、こう暑い毎日ですけど、本当猛暑が続いております。もう本当暑い、困ったっていうぐらい暑い、です。まあね、本当に、まあ、こんな日照りなような状態でね、今年も始まったわけなんですけども、本当体調気をつけていただいてと、まあ、毎日ですね体調気をつけていただいてなんて話なんですけど、いろんなね、なんか今事件とか、まあ、詐欺とかってあるんですけど、やはりまあですね、水害等々のですね、ところがあります。そういった部分では、ぜひ皆さんね、身の回り気をつけていただいて、本当安全安心で過ごしていただければななんていうふうに思っております。まあ宝石ね、を通じてお役に立つというのと、やはりまあ宝石に負けないね、光り輝く毎日というので、過ごしていただきたいというふうに思いますので、ぜひですね、皆さんよろしくお願いします。今日ですね、今日の心掛けということで、同僚に感謝しましょうということでね、ございます。やはりね、人は一人では生きてきませんのでね、皆さんの周りの方々、いらっしゃると思います。自分がこうコミュニケーション取らないとね、なかなかこう、合う合わないというよりもね、その距離がね近づかないっていうのがありますんで、ぜひですね、コミュニケーションを取って、まあ取りづらいって方もねいらっしゃるとは思うんですけど、逆にね、親密な方はもう本当近くなっちゃうなんてね、あるとは思うんですが、できるだけねこう歩み寄って、お互いね、同僚という部分、周りのねご家族でもそうでしょうし、コミュニケーションを取っていただきながらやっていただきたいなというふうに思います。今日は私ですね、一日水戸の本店の方にいるんですけども、昨日やっぱりですね飲みすぎましていろんなお酒ですね、日本酒、焼酎、ビール、ですね、思い出すだけで気持ち悪くなってきちゃうんですけど、いろんなもの飲んでですね、ちょっと二日酔い気味かななんて思ってたんですけども、実際にはちょっと復活してますのでね、もうちょっとで復活します。もう始まる前には復活しますね。ぜひですね、そういった部分では、3日間ね、セールやっておりますんで、ちょっと宝石とはねちょっと違うんですけども、セールやっておりますんで、ぜひですね、遊びに来ていただければななんていうふうに思います。じゃあそれでは今日もですね、一日よろしくお願いします。